装備がおろそかというよりマシか。仕果てたレヴナント、クイーンの哀れな不滅か。いいか、新入り、情けは無用だ。まだ残っているか。むやみに攻めるなよ。
お行儀の悪いゲストのお出ましだ。そろそろパーティーはお開きにしないとな。よくやった。お前の覚悟、見事だった。ゆっくり眠れ。サポートは任せて。あなた、結構頼りになるのね。
どう。人の血に対する異常な渇望、あの症状さえ改善すればレブナントは飛躍的な進化を遂げる。クイーン計画、協力させてもらうわ。それが希望につながるのなら。協力に感謝する。早速準備に取り掛かろう。クイーン計画を進めて1週間、血に乾く傾向は見受けられず、自我もはっきりとしている。素晴らしい。経過は順調だ。しかし、たまに幻聴が聞こえると。投薬の副作用だろう。いちいち気にするな。お前は言われたことだけをしていればいいのだ。間違えてしまったのか。人類の希望は絶望をもたらす悪魔へと姿を変えてしまった。こんなところで死ぬわけにはいかない。カレンを残して死ぬわけには。どうしたのです？不思議な形をしています。これはどう使えばいいのでしょう。でも悪くないものですね。何かを集めるというのは。大切にしまっておきます。それではご無事で。よう、お邪魔してるよ。俺が案内してやろう。行き先を選んでくれ。何事も体が資本。
今さっきロストに囲まれちまって、なんとか逃げてきたんだが。すまねえ、迷惑をかけちまった。どうやら持っていた薬がロストを呼び寄せたみたいだ。レブナントの力を強化する薬らしいんだが、俺の手には余る代物らしい。助けてもらった礼もある。必要ならあんたらに譲るよ。そうだ、新たな品を入荷したんだ。今回も喜んでもらえると思うぞ。旧世代の資材を持ってるなら試行品と交換するよ。また必要。ハンター、敵味方の区別なくその命を奪う冷酷非道なレブナント、あくまで噂だ。どこまで本当なのかは知らないが、ヤバいやつだってことは間違いなさそうだ。あいつのことを何か知らないかと、記憶を失ってたんだっけか。悪いな。年代物のブランデーじゃねえか。鼻をくすぐるこの香りがたまんないんだ。せっかくならお前も一緒に飲まないか。こういうのは一人で飲むよりみんなで飲んだ方が楽しいからよ。ほんといいものもらったぜ。ありがとな。何度もありがとうよ。大切にさせてもらうぜ。
何度もありがとうよ。大切にさせてもらうぜ。何度もありがとうよ。大切にさせてもらうぜ。何度もありがとうよ。大切にさせてもらうぜ。おいおい、マジか。こんなに状態のいい日本酒まだ残ってたのか。早速今夜は酒盛りだ。また飲みすぎてルイに怒られないようにしないとな。ありがとうよ。それバガラリーじゃないか。男たちの熱い友情とド派手なバトル、こんなに燃えるアニメはなかったんじゃないかってくらい当時は夢中になったもんだ。小さい頃はよくカードやフィギュアを集めてたもんだが、またいつか見てみたいな。さすがにもう終わっちまってるだろうけどよ。何度もありがとうよ。大切にさせてもらうぜ。それ。よう。それじゃあな。よう、今日も貴重。旧世代の資材を持ってるなら嗜好品と交換するよ。また必要になったら会いに来てくれ。気を引き締めてね。新しいラインヒア、何でも揃ってるよ。
また来な。よう、何の用だ。おお、年代物のブランデーじゃねえか。鼻をくすぐるこの香りがたまんないんだ。せっかくならお前も一緒に飲まないか。こういうのは一人で飲むよりみんなで飲んだ方が楽しいからよ。本当いいものもらったぜ、ありがとな。何度もありがとうよ。大切にさせてもらうぜ。めぼしいものは見つかったか？それじゃあな。こんにちは。何か必要？何か売ってく？何か買ってく？それじゃあ、気をつけてね。
とりあえず周り見とくね。ちょっと待って。ああ、あんたらか。あんたら、レブナントなんだろう。どうやら俺も、そうみたいだ。俺はもう人間じゃない。死んでも蘇る、不死の存在ってわけだ。だから俺もロストと戦おうとしたんだ。そしたら返り討ちにあって、武器を落としちまった。それで丸腰のまま動けなくなってるんだよ。笑えるだろ。この上に宿り木があったよね。
その武器見つけてくれたのか。恩に着るよ。これでまた敵と戦える。もっと訓練して早く強くならないと。大崩壊の時の化け物がまた現れるかもしれない。今のままじゃあいつらに食われちまう。一人で進んじゃダメよ。その梯子を降りてみる？あんた、この先に行くのか。悪いことは言わねえ。今はやめとけ。穴の奥にめちゃくちゃ強いロストがいてよ。俺もそいつのせいで仲間とはぐれちまった。探しに行きてえけど、あんな強いロストがいたんじゃ。クソ、どうすりゃいいんだ。なあ、あんた、もし俺の仲間を見かけたら教えてくれ。俺と同じ保護区のドッグタグが目印だ。あいつらまだ穴の中かな。しっかり見て。次の足場を確認して。もうが整備してるんだろう。
今行くわ。上の穴から光も届いてないのね。え、それって…下を見てね。踏み外したら助からないから。あんたが持ってるの、それ仲間のドッグタグだよ。灰にまみれてたって、それじゃあいつもう。だとしたらもう一人も危ねえぞ。せっかく保護区を出てここまで来たってのに。俺が住んでる総督府管理課の保護区も血類の枯渇が深刻な問題になっててな。だからサーベラスがロスト狩りをしないような危険区域まで血類探しに遠征してきたのに。でも諦めねえぞ。俺は必ず血類を持って帰らねえといけねえんだ。枯渇を指をくわえて見てるわけにはいかねえんだ。足元気をつけて。